地メイクやったから朝の5時45分に起きてメイクして、でそっから撮影してって感じやったから、ちょっとバタバタでドキドキやったんですけど、なんとかできました。人魚のメンバー豪華、あ、豪華やった？嬉しい、そう言ってくれると嬉しいですね。本当に偉い、ありがとう、お疲れ様、ありがとう。ごろいい。そうなんです。いやー、解放されたよ。もう臭いもの、臭いものはね多分一生やらないと思うよ。花丸、あ、ガルペ購入してくれた、ありがとう。今日から発売です。そう、11月7日以降インスタで撮ってた、インスタで撮ってたやつ、んどれやろう、え、もう始めてんの？はい、どきましょうか。全然いいよ、全然いいよ、全然いいよ、全然どいた方がいいですか、もしかして。そんな、そんな、こっちが圧かけてるみたいやん。あ、やめてよ。はい、なんか先輩、怖い先輩いっぱい来たんで、ちょっとときますそんな、一緒にやろうよ、一緒にやろう、急になんかビビってんねんけど、はい、ありがとう、一緒にやろうよ、借りまーす、ゆうちゃん借りる、みんな美味しそう、シャリシャリ、どこでやるんですか、そこ、シャリシャリ、え、これ、私だけ仲間外れってこと、ふざけんな。なんでそんなふわふわしてんの、レイコのそのショールーム、ふわふわ、うん、なんか、ほら、これが何言うの、3月やからじゃん、イースターじゃん、イースターなんか、カリンちゃん、いい、チーム N のレイコちゃんです、違うやろ、違います、え、そうでした、そうでした、 N のレイコちゃんだよね、そうです、あ、やばい、もう乱暴、乱暴じゃないもん、かくまれた、怖い先輩にかくまれた、一面から一人だけ話されたわ、なんか気まずいな、そんなこと言わないな、そんなこと言わないな、始めるわよ、どうぞ、いいわよ、お腹すいた、あ、ゆうか今日お寿司名前書いたんやった、VSお腹空きすぎてちょっと気持ち悪い、なんかぐらいまで来て、確かに、そう、お腹空きすぎたらもうなんかでももう放棄してるけどね、もうお寿司どうしよう、お寿司、私が食べる、なんか見せないで食べる、お寿司食べたい、上だけ食べようかな、うん、なんかもう危険を感じたら逃げますね、タンパク質やもん、ありがとう、うちらから食べるの、ありがとうございます、こんばんは、ね、囲まれてしまった、うん、あ、皆さんこんばんは、みーたんが、いいなって言ってた、たどやくありがとう、ゆうかからの差し入れ、きびだんご、そう、岡山の、うん、ありがとう、一番ちょっとゆうかもそれがいいな、うん、これ、うん、あ、うまめちゃくちゃ、ごめん、楽しかった、ありがとう、ありがとう、うん、あ、ストーリー見たよ、うん、タンパク質、お刺身タンパク質やから、アキレス嬉しかった、あ、よかった、それなら喜んでくれたなら、よかった、こんばんは、囲まれてしまった、遠くからだったら分かんないぐらいの、久々やな、イケメン、いや、ほんまにな、うん、はい、な、久々やな、久々、ありがとう、今日は出てきてくれて、出てきてくれて、出てきてくれて、出てくれて、ありがとう、マイクありがとう。なんかそう、なんか、うん、あのだけ、あ、違う妥協で買ったリップです。見てよかった？女の声。わかんない。でもなんか可愛いみたいな。お寿司食べたい。持ってきいいな、そうやったら。聞こえた。皆さんの声が正直だから。今日そう、ハーフついてね。何年だったんですよ、届いたらユーミンのサインやさん、気まずい顔して、嬉しい人さん、年下やね、まあ年下やからな、確かに嬉しい声援、こんなレイコちゃん見るの見させて、 M ではね、伸び伸びしてるから、だから変になんか曲げてしまって、 誰がいても伸び伸びして、ハッピーのインスタライブ見てガルベ買ってあげてさ、ありがとう、囲まれてます、囲
込まれました。名古屋しないと、あ、パリもしないと。みんなもお寿司食べてた。うん、そう、妥協ロム&のロムだね。あ、ごめんなさい。レッドはそういうツインとかが似合うね。本当ですか、うん、嬉しい。あと黒髪がいい。あ、わかるわかるわかる。いや、あのね、うん、染めようか悩んでて。あ、そうなの。何、まあ、言いたくない、内緒。私ぐらい。黒髪似合う。黒髪のそういうなんかちょっと私ぐらい。いや違う、もっと違う色。え、私色じゃない。どんな、私したことある色ない。なんかね、ブルーじゃない、似合う、シルバー、ロングで。違う違う、本当ですか、うん、どこで話せばいいか。伸ばしたもんな、髪の毛。はい、髪の毛頑張って伸ばしたもんな、はい、伸ばしました。どんな色にするんや。 それがいいよ、なんか可愛い。あー、一回なんか飽きて、うん、飽きたこの色に、うん、髪の毛長さは、あ、もう伸ばすんですけど、うんうんうん、一瞬だけ。え、それ全部、うん、あ、でもそんなあれやで、そんな何、あ、濃くはない、うん、分からん。もうでもあの美容師さんにお任せするけど、マジで、やってみようかなって。うーん、一瞬新しい。はい、私は黒を今貫いているから。いいじゃないですか。意外なの。ケータリングはね、食べました。いただきます。でもエビは苦手なので、エビとあとタコは残しました。このおきび団子もう3つ平らげました。早い。うさぎ早いです。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。みんなエコちゃんにエビのお寿司あげる。え、いらない、いらないですね。苦手。何いらん、食べる。ゆうちゃんが食べそう。いらないですね、うん、食べた？お寿司。食べたもんな。そう。みんな苦手なんですよ。だってうかお仕事だったもん。うん、あ、岡山一で入れた。ありがとうございます。うん、アルバム発売明日発売。そんな美味しい。届くから明日届く。変えてはないけど、でも褒めてもらえます。アルバム春揚げ。あー、そっか。何番とか分からへんね。あの曲いい曲。21、0V から21って書いてる。今更どうとんぷり。かかわる、尊い、マジ。ゆうちゃん大好き、ありがとう。ハート500、ありがとう。ハートフラゲ美味しいですか。うわ、マングースや。取り込まれてる。わぁ、取り込まれていった。かわいい子だわ。そう、食べなかった。この前一緒にお寿司食べたもんね。はい、一緒に食べたもんね。食べましたね。お寿司デートしたもんね。あれお寿司デートだったんですか。うん、いろいろ。今日毎日嬉しかった。いろいろデートでした。いろいろデート、うん、合唱力の衣装も見に行ったもんな。ですね。チェキも届くって。うん、どれもでも可愛かったですよ。うん、あ、事前登録みたいなしてくれた方、ユニバーサルの。可愛い。ああ、なるほど。うん、うんうん、上手。広告も、ね、出てるみたいで。小さい橋とかも梅田とか。モルカツしたね。モルカツしました。